この多席思考を繰り返していては、結局誰に質問しても求める答えは返ってきません。みんな受かる質問をすることができるようになってから点数が伸び始めました。記憶を定着させるためには必ずアウトプットとセットで行わなければなりません。こんにちは、プラリスアカデミアの吉村です。今回は合格率を飛躍的に上げる最強の質問力ということで、受験勉強において効率よく成績を上げるために必要不可欠な質問力についてお話ししていきたいと思います。はじめに言っておきますが、質問の仕方一つで志望校への合格率は大きく変わります。それは大げさですよと思う受験生もいるかもしれませんが、これは事実です。今まで僕は多くの受験生を指導してきましたが、受かる受験生と落ちる受験生の質問力には大きな差があるんです。受かる質問というのは自分の知りたいことを一回のやり取りで知ることができる質問。落ちる質問というのは自分の知りたいことを何度もやり取りしないと知ることができない質問、または意思疎通がうまくいかず聞きたいことが聞けないような質問です。落ちる質問をしていては自分に足りない知識を補充するのに時間がかかるため効率が悪く、また最悪の場合求めてる返答が得られないため時間を無駄にしてしまう、もしくは誤った理解で勉強を続けてしまう危険性もあります。だから受験勉強において質問力は非常に大切なんです。例えばこんな経験ありませんか？わからない問題を先生に質問したけど、結局問題集の解説通りの答えしか教えてもらえなかったな。聞きたいことはそこじゃないんだけどうまく伝わらない。こうなっている人は漏れなく質問力がない人です。この先生に質問しても分かりにくいからやめとこうなんて風に他人のせいにする人もいますが、これは答えてくれる人が悪いのではなく質問の仕方が悪いんです。求めている返答が得られないことを他人のせいにする。この多席思考を繰り返していては結局誰に質問しても求める答えは返ってきません。思うような答えが返ってこないのは自分の質問力のせい。この自責思考を必ず持つようにしてください。なので今回の動画ではこの落ちる質問を受かる質問に変えるための質問力の鍛え方と、絶対にしてはいけない落ちる質問の具体例をご紹介していきます。今質問力のない人でも大丈夫です。今後質問をする際にこれから話すことを意識するだけで一発で知りたいことが知れるようになります。無駄な時間を省き、成績アップに直結する質問だけをすることができるようになります。ポラリスの生徒さんでも初めはこの問題がわからないんですなんて抽象的な質問をしていたため、思うように成績が上がらず苦労していた人もいましたが、今回お話しすることに注意して質問力を鍛えることで、わずか3ヶ月後には大きな変化が生まれました。自分で模試の成績を分析し、苦手分野をまとめてきて、このように改善していこうと思うんですけどどうでしょうか、という具体的な質問ができるようになりました。もちろん受かる質問の仕方に変わっただけでなく、成績もその3ヶ月間で大きく伸ばし、数学の共通テスト演習では30点ほど点数を上げることができたんです。質問力を鍛えたおかげで成績が上がった生徒さんは他にもたくさんいるんですけど、みんな受かる質問をすることができるようになってから点数が伸び始めました。今まで特に何も意識せず質問してたな。そもそも聞いてもいい答えが返ってこないし、そもそも質問してなかったな、なんて人にとって今回の話はとても重要な内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速、受かる質問とはどんな質問で、それを習得するにはどうすればいいのかを3ステップで解説していきます。結論、受かる質問とは自分が今どんな問題点にぶつかっていて、その状況をどう解決したいのかが具体的に伝わる質問のことを指します。わからないことはすぐ質問しましょうなんていう指導者の方もいますが、何でもかんでもとりあえず質問すればいいわけではありません。自分の中で噛み砕き、ある程度まとめてから質問をしないと何の意味もないんです。逆に落ちる質問をしてしまう。つまり質問力のない人の質問はとにかく雑なんです。よくある質問力がない人の質問3パターンを挙げておきますと、1、範囲が広すぎるパターン、2、相手に丸投げしているパターン、3、答えが人によるパターン、この3つが挙げられます。どういうことか3つとも軽くご説明していきますと、1つ目の範囲が広すぎるパターンというのは、国語の点数ってどうやったら上がりますか、どうやったら数学の解くスピードって上がりますか、という求める答えの範囲が広い質問のことを指します。例えば1つ目の国語に関する質問でいくと、一口に国語といっても現代文、古文、漢文でそれぞれ分野が異なり、マーク式なのか記述式なのかで勉強法も大きく異なりますよね。また解くスピードに関しても、どういう形式の問題で今何分かかってどれくらい解けているのかの前提条件がないとアドバイスのしようがないですよね。
こういう範囲が広すぎる質問をしていては、結局みんなに当てはまる一般論でのアドバイスしかしてもらえず、成績アップにはつながりません。そして二つ目の相手に丸投げするパターンというのは、単語が全く覚えられないんです。どうしたらいいですか？みたいな自主性がない投げやりな質問のことを指します。これは一つ目でも話したように、前提条件がないところもダメな点ではあるんですが、もっとダメなのは姿勢の部分です。自分の勉強なのに主体性を持たず、相手に全部任せるようなスタンスでは、先生や友達もまともに取り合ってくれないので注意が必要です。そして最後の3つ目、答えが人によるパターンというのは、京都大学を目指すにはどの参考書をやればいいですか？今この時期にするべきことって何ですか？みたいに、その人の状況やタイプによって正解が変わるパターンの質問です。これも一つ目と同じで、一般的な回答しか得られないため、自分に合った答えを得たいのなら、あなたの状況を具体的に説明する必要がありますし、その人の成功事例を教えてほしいのなら、先生は京大に合格した時、数学はどんな参考書を使っていましたか？みたいに、相手の事例を引き出す質問の仕方に変えないといけません。以上が質問力のない人の質問パターン3つになります。この3つに当てはまる質問をしないように注意しながら、今から話す方法を実践して、最高の質問をする受験生に生まれ変わっていきましょう。ではズバリ、最高の質問をする方法3ステップとは何かというと、ステップ1、4W1H に基づいて現状を分析し、わからない内容を明確にする。ステップ2、何が得たいのかを明確にして質問する。ステップ3、得たいものは得られたか、アウトプットを通じて振り返る、の3つです。それぞれ詳しく解説していきます。まずは質問する箇所を明確にしましょう。二次関数のこの問題のカッコ3がわからないんです、みたいな聞き方だと、結局何がわからないのかしか伝わらないので、解説通りの回答しか得られないんですよね。だから必ず自分の現状を分析する必要があって、そのためには 4W1H を意識しましょう。ちなみに 4W1H とは、What, Where, When, Why, How のことです。これを使って自分がまず何がわからないのか、どの部分が分かっていないのか、どこまでが分かっていて、どこからが分かっていないのか、なんでそれが分からないのか、どういうやり方で行き詰まったのか、みたいになるべく分からない箇所を具体化しましょう。さっきの二次関数の例で言うと、この二次関数の問題で、カッコ2まではスラスラ解けたけど、カッコ3になると解法が思いつかず手が止まってしまう。解説を読んだら意味は分かるが、その解法を思いつくプロセスが分からない、みたいな形がベストです。そしてそれができた上でステップ2に移ります。現状の分析ができたら、次は質問をすることで何を得たいのかを明確にして質問します。どんな回答を得られればゴールなのか、これを相手にしっかりと伝える必要があります。さっきの例で具体例を出すと、この二次関数の問題、カッコ2まではスラスラ解けたんですけど、カッコ3になると解法が思いつかず手が止まってしまいます。解説を読んだら意味はわかるんですけど、次自分で解いてもまた同じように解き方が浮かばないと思うので、解ける人はどういう思考回路で考えるのか教えてもらえませんか、みたいに聞きましょう。そして最後は質問後の振り返りになります。質問をすることで得たい回答を得られ、抱えていた問題を解決できたのかを振り返ります。皆さんこんな経験ないですか？前に質問して教えてもらった時は理解したんだけど、同じような問題に次出会った時はまた解けなくなっていた。この現象が起きる理由はただ一つ。分かったの段階で止まっていて、できるの段階まで消化できていないからなんです。質問をして分かりやすく教えてもらって、なるほどとなっただけでは、実は知識は定着していません。なるほどというのはインプットなので、記憶を定着させるためには必ずアウトプットとセットで行わなければなりません。だから教えてもらった内容を加味して、再度解けなかった問題に取り組んでみたり、教わったことを友達に教えてみたりして、自分の脳から外に出す作業であるアウトプットを必ず行いましょう。これをすることで初めて知識が定着しますし、逆に問題が解けない、他人に説明できないとなった場合は、うまく理解していない証拠なので、再度ステップ1とステップ2を経て質問するようにしましょう。ステップ3のアウトプットまでできて初めて学力アップにつながる質問となります。以上が最高の質問をする方法3ステップになります。最後にもう一度復習しておくと、ステップ1、4W1H に基づいて現状を分析し、わからない内容を明確にする。ステップ2、何が得たいのかを明確にして質問する。ステップ3、得たいものは得られたか、アウトプットを通じて振り返る、の3つです。そしてありがたいことに、現在2万2000人以上の方が登録しているポラリスアカデミアの公式 LINE では、弊社のサポート担当たちが無料で個別の受験相談を実施しておりますので、頑張ってるのに成績が上がらない、勉強が継続できない、何からやればいいのかわからないと悩んでいて、そこからでも大逆転合格を目指したいのであれば、ぜひこの動画下の概要欄から公式 LINE を友達追加して無料の受験相談を申し込んでみてください。さらに僕が高3夏の京大模試でぶっちぎりの E 判定を取ってから、6ヶ月で京都大学に合格した勉強法や
考え方を発信する無料の特別セミナーも週に1回開催しておりますし、その他逆転合格に必須のおすすめ参考書や勉強法も公式 LINE のメニュー欄に無料公開していますので、そちらも気になるという方はぜひ概要欄の URL から無料の友達追加をしておいてください。そして他にもこのチャンネルでは短期間で逆転合格するために必要な受験勉強法を今後もできるだけ分かりやすく解説していきますので、そういった動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。ここまで落ちる質問の特徴3つと最高の質問をするための方法3ステップをお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。今までなんとなくで質問をしていた人は要注意です。意識しない間に落ちる受験生の質問になっているかもしれません。再度自分の質問プロセスを理解し、学力アップにつながる質問の仕方を意識していきましょう。ということで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。